皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。昨年、2023年8月27日から12月10日、全国7都市にて行われたキングプリンスのアリーナツアー、キングプリンスライブツアー2023、キースをブルーレイ &DVD 化。2023年8月16日に発売したアルバム、 ピースを引っ下げたコンサートで気負わず今を楽しむおコンセプトのもとメンバー2人が作り上げる今のキングプリンスを凝縮したステージとなっているこれまでのキングプリンスの代表曲である恋はづらい恋ふる月夜に気に思うシンデレラガール1番や2人体制後初のシングル曲 何者、他、永瀬廉ソロ曲、君色や高橋海トソロ曲、我々は恋人ど牛だ、など計29曲を披露したコンサートの K アリーナ横浜の公演が収録。特典映像には、初回限定版、通常版それぞれになる映像を収録。初回限定版の特典映像には、 メンバー2人がライブ映像をまったりと鑑賞しながら裏側のエピソードや思い出を語り合うビジュアルコメンタリーを収録さらに全公演の MC を超ダイジェストでまとめた1時間超えの MC ダイジェストツアー期間中に撮影した愛し生きることフルサイズパフォーマンス映像と何者スペシャルパフォーマンス映像を収録 そして、ハロウィン特別企画として実施した、7面サムライとのゲーム企画、キングプリンス X7 面サムライチーム対抗ゲーム対決。お収録。負けたチームは罰ゲームとしてアンコール中にコスプレでパフォーマンスを行うというバラエティ映像となっている。通常版の特典映像には、2時間半を超えるドキュメンタリーを収録。 メンバー二人が打ち合わせとリハーサルを重ねコンサートを作り上げていく様子とリピースな空気感でツアー各地を楽しむ裏側に密着した映像となっている愛知公演のダブルアンコール君がいる世界も収録さらにソロアングル映像はビーティングハーツファンク・イット・アップ名もなきエキストラ1番 の4曲を収録。どこで思いますかコメントセクションをチェックして次のビデオを見てください。